ショートショートストーリークリスタルの月明かり。今夜語られる恋しい気持ちはあなたの心を揺らすかもしれない。甘い誘惑を思い出すのかもしれない。誰かが見せてくれるのはあなたの気持ち。切なくて懐かしい記憶なら今夜いい夢が見られるかもしれないわね。全員残りますか？全員この残ってこのまま行きますか？待っててね。待っててね。ありがとうございました。贅沢な。待っててね。あと説明する。シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。まずは火のグループ、感情の星座、お羊座、獅子座、射手座。火のグループはユーモアと癒し、少しリラックスが必要なようですね。深呼吸してお風呂に浸かってみるのがいいかもしれませんね。
そして地のグループ安定の星座大牛座乙女座ヤギ座、リズム自然のリズム、思い込みを捨てて計画がもしあるならチャンスにつながりますよ。頑張ってくださいね。さあ風のグループ伝達の星座双子座天秤座水瓶座感情を見つめ直して強い否定的な感情はブロックとなります。それがなくなれば明晰、物語が理解できて勢いよくクリアになっていきます。クリアにしましょう。そして水のグループ感情の星座蟹座さそり座魚座ただ見つめる疑わずに選びましょう。人が喜ぶことを選んでください。シンクロメッセージは心の軌道修正お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。入ってね。はい、めっちゃもうやめて入って、ね、いいよ。はいはい、エンディング。え、いいよ、それでもいいよ。さあそろそろお別れの時間です。先ほど贅沢な時間を過ごさせていただきました。本当ですよね。はい、申し訳ありません、はい、ショートショートストーリーありがとうございました。ありがとうございます。斬新とりしません、斬新というか新鮮な感じがしました。と、はい、一応あそこからエッセイをちょっと詩に起こしてみますので、それで5週目に、うん、あで、あのひでこちゃんにね、はい、ちょっとそれに沿ったような、ジプシーの曲を選んでもらって、はい、ストーリー仕立てにして新しい曲を1個入れて5週目に、なるほど、ストーリーになりますので、はいはい、スペシャルバージョンですね。はい、はい、楽しみ。お、よだれがおしゃれして、はい、はい、そうですね。まあ、ダメだったらボツにしてもらって、ジプシーライブということで、ジプシーライブということで、はい、ね、はい、いやな、あのちょっと今まで の, あのストーリーとね、ジプシーさんとはちょっと気合が入ると、今まで気合が入ってたらあんまりないかもしれないんだけどはいはい、はい、ちょっとほら独特な世界観があるからちょっと邪魔しちゃいけないなと思って、うん、全然大丈夫です。まるで問題。あとは顔芸でごまかしちゃいかない。みんなで変顔で。大丈夫だけど。大丈夫。許される。あ、許される。許される。そっちで。今日ちょっと先週に比べればまともにやった感じで。そうですね。できるじゃん私たちみたいな。はい、はい、さあ来週はどうなるか。どうなるでしょうか。はい。楽しみでございます。ね、最初は弾けるパターンで。弾けるパターン。順番。順番でテレコで。あ、テレコで。テレコで。テレコで。さあ、じゃあ次の番組をご紹介ください。はい、次の番組は月も笑うように素敵なゲストさんがお揃いみたいですね。デリシャスなラジオ、月9はクリスタル。各週の月曜14時にクリスタルシャワー、ビューティフルでワンダフルな情報番組がスタートしました。こちらもぜひチェックしてください。テラスに遊びに来てくださいね。お待ちしています。いきますよ。合言葉はお互い様にありがとう。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしています。おやすみなさい。最後にもう一回ライブのお知らせしましょうか。はい、9月の14日、四谷ホメリでライブします。ぜひ遊びに来てください。お昼間は？昼間はコールたのしで、ジプシーバカモズ演奏します。遊びに来てください。イエイ。ありがとうございます。来週は、炸裂状態で、はい、お楽しみいただけると思います。ガツンと。おやすみなさいなんて言って寝れるかな？楽しみでございます。今週は楽しく終わります。おやすみなさい。はい頭のさ、頭取って後ろ、赤いの。あ
いきまーす。3、2、1、よいしょ。もう1枚取ります。いきます。3、2、1、よいしょ。ありがとうございます。パッツ着てました。あ、本当ですか。はい、了解。はい、行ってみましょう。はい、どうぞ。はい、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃーん、すごい。ちょっと待ってください。